だけで広告業界とかメディアに絞れるかって言われると、ちょっとよくわからないなって言われることが多くて、なんか入ってる会社の特徴を調べて、強みを調べて、で、それが自分が好きだっていうことにして、で、なんかコンプラしてくるみたいな話だったんで。ずっと自分らしく続けるって難しいと思うんだよね。なので、そこのバランスは、自分が嫌だって思わないかなって思ってて。どうも、信頼アリーメンバーのバラマツです。今日はですね、キャリアに真剣に悩む就活生が本気で就活相談をする就活ダッシュという企画になっております。ということで、本日お越しいただいた就活生と大人の方の自己紹介をしていただこうと思います。はい、トポジビル株式会社の井下と申します。トポジビルで20代30代の方向けにキャリアコーチングをしております。よろしくお願いします。お願いします。田中くん、お願いします。はい、明治大学3年生の田中智弘と申します。 IT 業界と広告業界を志望していて、今一時面接の ES っていうところをやってるところです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、就活を本格的に進める中での悩みを今日持ってきていただいたということで、はい、じゃあ田中くん、早速お悩みの共有をお願いします。はい、志望する業界に対してそこしかないっていう就活軸とか志望動機の作り方っていうのがすごく困っているところです。あるあるだと思うんですけど、はい、転校を実際に受けてみたときに、はい、刺さらなかったなみたいな経験談ってあるんですか？就活軸で3つあります。で、1つ目がコミュニケーションとかする仕事をしたい。で、2つ目が人に選択肢を与えられる仕事がしたい。3つ目に、それのメディアだったりとか、人に与える価値みたいなのを増幅させられる仕事がしたいっていうことを言っています。これだけで広告業界だとかメディアに絞れるかって言われると、ちょっとよくわからないねって言われることが多くて、なんか例えば銀行とか、損害保険とかの方でも別にそれはできなくはないよねみたいな。その軸だけで広告しかないんだっていうふうには言えないで、なんでそうなるかちょっとよくわからないみたいなことは言われます。ただ、かといって、どう明確に就活の軸を修正すればいいかみたいなのは教えてもらえない、指摘していただけないことが多いです。そこをちょっとお聞きしたいなと思ってます。広告とかメディアに行きたい気持ちは本物だけど、はい、それが伝わらない。そうですね。論理として、漏れなく、抜かりなく、ダブりなく、そこしかないっていうようには言えなくて、そこがすごい悩みです。結構田中くんだけじゃなくていろんな就活生が持ってそうな悩みなんですけど、これはどういうふうに解決していったらいいんですか？そうですね、他に当てはまるところもあるよねみたいな話をされた時って、はいはい、田中さん自体どういうふうに思われたんですか？僕としては確かに、まあ、銀行とかに就職するってなってもそこでうまくやっていけるだろうなとは思っていますただその面接の場においてそこよりも志望度として広告の方が高いんだっていう理由がないことがすごい悩みです。広告と銀行で何が違うかって言われたら、もうそのワクワク感で、何が、まあ、今ほっと思いついたことですけど、正解がないことというか、人のコミュニケーションに対してなんかもっと左脳的な部分だけじゃなくて右脳的な部分もあった方が面白いなと思って、人間の心が動くのって合理的だから動くんじゃなくて感動させられるから動くことがあるので、そういうところにも訴えかけられるようなコミュニケーション出したい、それが広告。そこにこう田中さんがワクワクするのってなんでなんですかね？そうですね、僕がラグビーをやっていたことが結構大きかったと思って、ラグビーって、まあ、戦略のスポーツで陣地をいかにして効率的に取るかっていうところとか、誰と誰をブッキングさせて誰をおとりにしてここに穴が開くみたいな、すごいロジカルなスポーツなんですけど、一方でそれだけじゃなくてものすごく右脳的な感情的な部分があって、あいつが体を張って死ぬ気で止めてくれてるんだから俺も何かできることがあるだろうっていう風に考えて動くシーンってすごいあって、そこはなんか論理で正しいから動いてるんじゃなくて、コミュニケーションにおけるその人間的な、なんて義理とか責任感とか、そういうストーリーみたいなものがあって、ラグビーって成立してる部分もあって、そういうところの経験がすごい大きいかなと。いいですね。ちょっと話を整理していくと、はい、さっきおっしゃってたワクワク感とか、人に対して期待して動いていく、それでうまく結果が出ていくみたいな過程が、メディアっていう業界でやれそうだなって思うのは何なんですか？そうですね、メディアでないといけない理由は、やっぱ増幅させられる面っていうのが強い。まあ、1対1でコミュニケーションを取るっていうところでも同じことはできるんです。増幅させられるというか、誰かのメッセージを集約して一気に拡散させられるところとかがメディアの良さなのかなって思います。
今のお話だけを聞いていると、やっぱりメディアだよねっていうところが、はい、田中さんの中にしっかりあるのかなっていうふうにも受けたんですけど、はい、ここまで話してみて、それでもいやいや他にも当てはまるよねって言われたらどう思いますかね。他にも当てはまるよねって言われたら、え、どう思いますか。結構もう言うことは言っていて、こんなに愛を伝えてるのに、なんで銀行の方がいいとか言われなきゃいけないんだ。納得いかないです。素直でめっちゃいい。確かに。結構思いが今出てきましたね。そこでロジカルに合ってるから採用するんじゃなくて、そこの実際にフェイス2フェイスで話した時に、こいつはもし取っても5年ぐらいは熱持って働いてくれそうなって思ってくれることが大事じゃないですか、うんうん、ロジックとして合ってるから採用するわけじゃないと思うんですよ、はいはいはい、そこで求められた時にうんって思います。めちゃくちゃ感情出てて、そのぐらいの感情をこう出されること自体私はすごくいいなって思ってて、はい、実際に志望されてる会社さんに行かれた時に、いやいや他にもあるよねって相手の面接官の方がおっしゃったとしたら、今そこに対してこうなんでそのこと言われなきゃいけないのっていうふうにおそらく反応しちゃってると思うんですけど、はいはい、逆に相手の立場になった時になんでその人ってそれ聞いてきたと思いますか。まあ、採用する立場からすると上司の人に報告するときに、こうこうこういう理由があって、あ、間違いないと思ったから報告しましたっていうふうに言いたいから、そのためには僕からもある程度 その納得できる理由は出さないといけないっていうのは分かります、はい、しっかり分かってらっしゃるじゃないですか、はい、さっきおっしゃってたことをしっかりお伝えできれば大丈夫じゃないかなって私思ったんですけど、どう思いますか。それで大丈夫だっていうのと言われればすごい安心してしまうと思います。そうですね、まあ、一時的にはなんか、え、こんなに言ってるのになんでそういう風に言うのってちょっと思っちゃうかもしれないけど、はい、さっき田中さんおっしゃってた通り、相手にも相手の背景があってそれを聞かれてるので、はい、別に田中さんの思いを否定したくて言ってるわけじゃないと思うので、はい、うん、そこを冷静に見られれば、ちょっと落ち着いて熱い思いは、はい、伝えられると思うので、はい、はい、わかりました。ちょっと頑張ります。はい、伝わるというのを信じて自信を持っていきたいと思います。うん、いいと思います。ちなみに、はい、今の熱量めちゃくちゃ伝わってきたんですけど、はい、それはこれまでの面接で出せましたか？出せてなかったと思います。入ってる会社の特徴を調べて、強みを調べて、で、それが自分が好きだっていうことにして、で、なんか根拠探してくるみたいな感じだったので、うん、合わせに行こうとしてたところがあって、まあ、合わせないと就活って終わらないと思ってたから、だからそこで自信がなかったです、うん、はい、でもそれも正解だと思うんですね。ある程度企業が採用するときにそこの人を採用するメリットっていうのも就活生が示せないといけないと思うので、うん、ある程度企業の強みとか求める人物像を調べるっていうのは大事だと思うんですけど、うん、バランスはどうやって考えればいいんですか。やっぱり今おっしゃってくださった通りで、ずっと自分らしく居続けるって難しいと思うんですよね、うん、親の前にいる時と友達にいる時と会社にいる時って全然多分表情とか、うん、発言とか変わってくると思うので、なのでそこのバランスはやっぱ自分が嫌だって思わないかなって思ってて、自分が表現してることで、うん、自分らしさとあまりにもかけ離れすぎて、こういう自分嫌だな、こういうこと言って自分嫌だなって思うのであれば多分合わないんだと思うし、そこに対して、まあ、一定ちょっと意識はしてるからちょっとアレンジが加えちゃってるんだけど、でも特別違和感ないなってあれば比較的合ってるのかなっていうふうには思います。そうですね、その通りだと思います。なんか嘘ついてる感というか、なんか違うなと思いながら喋ってる感がある時と、まあこれも自分の一面だからそれを見せてるだけだっていうふうに思えてる時だと感覚が違う、そう、企業分析してるときにめっちゃ行きたい気持ちはあるけど、めっちゃ違う自分を合わせに行こうとしてるなって思ったら、合わないっていう自分で判断もできるってことです。そうですね。実際にその会社に受かった人とか、どういう志望動機で受かったのか、同じように感情面で受かったらどういうところを意識したかとか、逆に感情面プラスなんか論理でこういうところも一応入れて説得力持たせたよみたいな具体事例を聞いてみるっていうのもいいかもしれないですね。そうですね、僕が受けて落ちちゃったんですけど、ずっと相談した内定者だったので、どういうふうに話したんですかって言ったら、俺はもうとにかく挑戦する人間だっていうことを強調し続けた、幼少期から挑戦挑戦挑戦、ここのシーンで挑戦して、ここのシーンで挑戦して、で大学受験もここで広告に出会って挑戦することができる、だったら挑戦できるから何でも、だから挑戦できる会社に行きたいですっていう感じで、まっすぐそれだけを言ったら通った。へー、そこの一貫性みたいなっていうのを思い出しました。
もう一回チャレンジしてほしいけどね、はい、今の気持ちをそのまま面接で出してほしい。そうですね。なんか去年の時期はなんか大手企業ですごく倍率の高いインターンだったので、受かったところで、あ、すごい、就活年内で終わりそうだなと思って、大手企業だし、待遇もいいし、いいな。汗に行かなきゃいけないって思っちゃって。だからそれでずれてたから、からそこでなんか自信持って最後までなんか持ってるっていうか、よかったなって感じです。結構今、しっかりお気持ちを言語化されてるなって、いうふうに私受け取りましたし、それを話されてる時の表情が、なんか、俺はこれだっていう感じがすごく伝わってくるので、はい、うん、もしかしたら当時はちょっと本当にこれでいいのかながあって表情に出てたかもしれないですね。言葉とかだけじゃなくて。いや、そうですね、うん、そうだったと思います。今はいい表情されてます。あ、本当に、はい、なんか編集でボリューム調整されちゃうかもしれないんですけど、多分今話してるトーンの2倍ぐらい声が出てたし、あった、ありましたよね。しかも若干前のめりだったし、やっぱ本気の思いから来るのって、はい、いろんなところから伝わるなっていう。ああ、そうですね。ということで、一つ目のお悩みが解決されたということで、続いての質問に行きたいと思います。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や、面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。